はい。はい。はい。 目が覚めたか？武士がしのいだ。眠っていていい。今は。また、息が飲まれたの。 遅れてるって。前線はまた下がったらしいな。ここもいつまで持つか。やめろよ、そういうこと言うの。武士が聞いたらどうする。よう、英雄、遅刻かよ。<笑><笑> 3、5番は粘りが。おい、行こう。どうだった昨日？ダメだった。圧力は十分なはずなんだけど。どうしても普通の鉛玉じゃダメなの？それじゃ武士の上気術と同じだ。カバネの心臓皮膜に弾かれちまう。だから粉竜弾だ。貫通力で差をつけないと。 それで武士の代わりにカバネと戦うって？正気じゃねえよな。あ、策略は増やした？ほら、
前回の調整で空洞部分を増やしたから。それだよ、匠。どうして俺手順を飛ばしちゃったんだ。どこ行くんだよ。家に戻ってやり直す。おいおい、仕事終わってからに。おい、お嫁様だ。呼んだわけだ。何事も自分の目で確かめること。これはお嫁様、一体何のご用で。父の短術です。調子が良くないので見てもらえないかと。それは大変な。あやめ様、ま、美人ではあるよね。武士の姫様だぞ。生駒、こっちに来てあやめ様の御用をしろ。出番だぞ、英雄。お預かりします。英雄になりたいのですか。俺は逃げるのが嫌なだけです。え、あやめ様、これを何に向けるんですか。西門が開くぞ。鋼鉄城の到着だ。鋼鉄城が来るのは明日のはず。参りましょう。だって今夜は不走城も来るのに。一日に早城が2城って。お父様、鋼鉄城が来るのは明日のはずでは。早谷駅が潰れた。停車駅が減れば早く着く通りだ。そんな。検閲箱をつけろ。いるかな、噛まれたやつ。それをこれから調べるんだろう。カバネに感染してないか、髪跡を探して見分ける。見つけりゃ牢屋に閉じ込める。いつものお上のやり方だろう。そりゃそうするだろう。潜伏期かもしれないんだ。よし、整備を始めろ。おい、見ろよ。頸動脈だけが太くなってる。やっぱりここをウイルスが通るんだ。おい、ここまで状態のいいやつは珍しい。ご法度やぶりだぞ。これはたたりなんかじゃないって。俺たちは知ってるだろ。なんだ、偉いさんの子が。どうした？あ、いや。おい、そこの子供。お、出口は反対側だ。子供でも検閲を受けてもらう。人を測るに外見をもってなすは愚行である。で、兄様が言ってたよ、ヒゲのおじさん。なんだと。よい、そちらは私の客人だ。親方様。ここで一番偉い人？よもがわ家の当主を務める賢章と申します。よもがわ殿、世話になります。シモン様ですね。お話は先の書状にて。まずは我らの屋敷においでください。検閲を受けないのか。どういうことだ。誰なんだ。さあ。カバネだ。傷があるぞ。逃がすな。カバネ。止まれ。違う、俺はカバネじゃない。止まらんか。殺せ。首で殺せ。本当に違うんだ。助けてくれ。やめろ。ん、はあ、なんだ貴様は。カバネじゃないって言ってる。信じられるか。やめろ、臆病者。カバネの疑いがある者も3日間は閉じ込めて真偽を判断する。お前らが作った決まりだろう。黙れ。
上級人生が血を出すことではない。銃を向ける相手を間違ってるって言ってるんだ。お父様、カバネの気持ち悪い。なんで持ってるの。答えろ、なぜそんなものを持っている。逃げるぞ。やめろ。死んだってことはカバネじゃなかったのか。ないのか。何もかも怖がって正気を失って。大層なことを言う。武士に守られた安全な場所からなら何とでも言えるな。違う、俺だって戦います。フルス、もうすぐ貫き出す。この者を牢に入れろ。カバネの疑いがある。お父様、行くぞ。あやめ、秩序を守るのも武士の務めだ。秩序ですか。さようですか。お二人は金剛閣に。では将軍様とは。いえ、まだ。だからこそ我々二人だけで行くのです。名前なのか。いいでしょう、兄様がつけてくれたんだ。ねえ、さっきのあの人がカバネじゃないって分かってたの。いや、でもほっとけないだろう。普通はほっとくけどね。なら、その普通が間違ってる。あんた面白いね。何が。だってカバネは普通に怖いでしょ。人って怖がりで臆病なんだからさ、仕方ないよ。仕方なくなんかない。お？怖がって人を切り捨てるのが仕方ないなんて俺には到底思えないよ。恐怖で人としての品性まで失っちゃいけない。バカなんだよ、生駒は。すぐ熱くなって正義感ぶってな。でも私にはやろうと思ってもできないな。武士の人に言い返すなんて。それがバカだって言ってんだ。あじゃ、来たぞ、総長だ。今度は時間通りだったな。早すぎるぞ。速度を落とせ。待てぞ、足を上げろ。早くしろ。間に合わない。やめろ！どけ！
カバネだ。これは鈴なり、まさか来たのか、カバネが。行かなきゃ。貫き術だ、今ならあれを。早くしてよ、これも持ってくの。うめ、西門は突破された。ここはもうダメだ。でも鋼鉄城へ行く。来るんだ。お父様、どちらに。鋼鉄城だ。まさかこの駅を見捨てるのですか。鋼鉄城を確保したら合図を打つ。そしたらお前も来い。反応する。止まれ、そこで服を脱げ。ふざけんな、カバネが来てるんだよ。だから体に気づかないと証明しろ。どうなるのかな。イカマは、量も増やした。無名殿、ここからはお一人で。金剛閣に行き、若様の指示をお待ちください。あとは頼みました。リンネの家宝があらんこと。Yeah!
誇れる俺になるんだ。